どうも、ユーマ研究家の中澤武史です。ということで、前回に引き続き、もう数多くのオカルト本を、作られてきた、高橋さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。まあね、前回、なんか未来のオカルト作家を目指す方のメッセージとかもいただいて、ぜひぜひ楽しみにしてます。高橋さんがもともと、韮澤さんと付き合われてるのは知ってたんですけど、はい、元玉出版の方だったってことを僕は何気に初めて知ったという。そうなんですね。言ってなかったんですね。いつ頃玉出版におられました？ですね、はい、91年から、はい、ごめんなさい、96年から、2000年ぐらいまでいたのかな。もしかする、まあ、はい、微妙かな。僕、本当に、まだ、本当に本とか一冊も出してない頃に、はい、多摩出版さんに、高校生ぐらいの時、原稿送ったことあるんですよね。来られて、会社に来てはいないんですか？ああ、もう、郵送ですけど、まだ茨城県に住んでた学生で、まあ、たけしさんの番組で、韮澤さんが出版社の人だって知って、見てもらいたいと思って、なんかユーマの原稿を、俺手書きで、当時まだパソコンもなかったんで、全部原稿用紙に書いたやつを送ったから、もしかしたら高橋さんたちの目に届いてた可能性もあったのかなって、ちょっとふと思い出しました。それ返事来ました？返事来なかったか。来てないかな。全然知らないな。誰が見たのかな。まあ多分めちゃくちゃ汚い手書きのあれだったんで、やっぱね、パソコンだったらともかくっていうのはありますけれど。その頃っていうか、その僕がいた頃の初期の頃は、はい、早稲田にですね、そののっぽいビル、玉出版のビルがあって、はい、そこは本当にですね、その一番最初玉出版を作った創業者の、栗谷裕子さんという人が社長だったんですけども、そこは本当にもうね、精神世界の人たちがみんな集まるメッカっていうかですね、もう、入れ替わり立ち替わりいろんな人が来てるんで、非常になんか、まあ、当時はまだ、玉出版ぐらいしかスピリチュアル系の出版社もなかったので、いろんな人が集まって面白いことでしたよ。なんかね、言葉もそうなんですけど、今僕だから、前回も高橋さんがスピリチュアル系の本たくさん出してるんで、はい、なんかもう言葉のイメージがどんどん変わってきて、なんかその、例えばなんか今、なんだろう、スピリチュアルっていうのがなんだろう、引き寄せの法則とか、はい、ああいうのしかスピリチュアルのイメージが、なんか UFO の本とかを連想しないような気もしてきてて、最近スピリチュアルって聞くと、はい、で今、精神世界って言葉も出たんですけど、それこそ紀ノ国屋書店さんとか行くと、はい、いわゆるオカルト本が精神世界の棚にあるじゃないですか。はい、あれもなんか、ライトな人には、精神世界っていうジャンルがもうわかんないみたいで。そうでしょうね。でも精神世界って最近は言わないんじゃないんですか。スピリチュアル。紀伊国屋はまだ精神世界なんですかね。ブックオフはスピリチュアルの棚とオカルトの棚が別にあるんですよ。僕もなんとなくスピリチュアルって聞くと僕とは違う業界のような気がしちゃう。まあこれ多分世代の差とかもあるんですかね。で、なんか、高橋さんの出してる本もどっちかと僕の中で、だからスピリチュアルの本っていうよりは、オカルトの本っていうイメージが。はい、まあスピリチュアルも出してはいると思いますけど、ってイメージで。多分そのオカルトって言葉がですね、はい、まあもともと隠されたっていう意味で悪い言葉じゃないんですけども、やっぱ世の中でオカルトっていうと非常にマイナスのイメージがあってですね。でも、まあ、精神世界っていう言葉は、まあ玉出版の、玉出版では、玉出版が言い出したって言ってて、まあ、それは正確じゃないかもしれないですけど、ね、そうですか。まあ、一時ね、その精神世界っていう言葉が、まあ、オカルトの代わりなのか、いろいろ広がったんですけども、でも最近はあんまりなんかね、そうですね、精神世界って聞くと逆になんかちょっとわからない人が、若い人とかはいるかもしれないですね。まあ、とにかく、本当高橋さん、今までいろんな本出されてきてるんですけれど、オカルト本の中で、これやっぱ僕が一番気になるのは、ユーマ本っていうのは、売れてる方なんですかね。いろんなオカルトありますけど。ちょっとその、まあそういう質問をされるかもしれないと思って調べてみたんですけども、どうもなんか2021年はですね、まあ危険生物の本が出てるぐらいで、ユーマの本自体も出てなくてですね、なかなかまあ去年は何点か出てるのかな。まあユーマっていう、そうですね、ユーマっていうテーマは、まあ YouTube の方はいくつも配信してる人はいるんですかね。一応いる。まあ数はそんな多くないですけど、確かに言われてみると、2021年って、新しいユーマの本が出たイメージがないかもしんないですね。僕も全部はここ数年、まあ2021年の新刊だったかどうかわかんないですけど、なんか自動書のユーマ本がすごい増えてたじゃないですか。ただその、なんだろう、大人向けっていう言葉が正しいかどうかわかんないですけど、ちょっと、確かにあんま出てるイメージないはないですね。だからきっとその、まあ、妖怪ウォッチとかね、はい、鬼滅の刃とか、まあ、妖怪とかは関心があるから、その流れでも、あるいはゲームの中のユーモアっていうか、ですかね、キャラクターみたいな感じの、切り口で本を作ってるのはあるかもしれないんですけども、まあ、なかなかね、ユーマといっても、まあ、土のこの探索をしてるぐらいで、はい、なかなか新しいやつが、ネッシーほどのインパクトのやつは今はもうね、なかなかないですかね。その中田さんが言ってみたいな、台風人間とかは本当にみんなの前に出てくれば、そうですね。面白いと思うんですけども。なかなか。変な話、そのテレビとかは、ただ実は、まあそのコンプライアンスの問題があって、今心霊が、まあコンプライアンスで自主規制なんで、やってるところもあるんですけど、ちょっと霊が扱いにくい時代らしいんですよ、今テレビが。で、多分、幽霊のが人気ある、YouTube なんかも圧倒的にユーマとかで幽霊のが人気あるので、需要もそっちのがあると思うんですけど、今、テレビは割とユーマ強いんですよ。結構僕の出てる番組以外でも、オカルトオールラウンド系番組でとユーマの尺が結構長いんですよね、どこも見ても。ただ、確かに言われてみると、出版の世界では、ユーマの本があんまり、だからあんまり、例えば今日すみません、持ってきてなかったんですけど、高橋さんが以前編集された、ユーマの対談本ありますよね。実吉達夫さん、天野道弘さん、山口敏太郎さんのユーマ対談本。僕も対談の現場見学させていただいた本なんですけれど、あれとかは、やっぱそんなに売れなかったですか？そうですね。まあ、そこそこっていう感じなんですけども、まあ、先ほど言ったそのテレビではっていうのは、やっぱりユーマはその、まあ、映像受けするというか、映像として流すのに非常にいいコンテンツで、まあそれをなかなか本にするとなると、やはり一つ一つについてちゃんと調べてですね、まあそのユーマは本当にいるのかとかですね、何で生まれたのかとかですね、まあそういうことをある程度調べて、原稿にしなきゃいけないので、まあテレビ向けではあるけども、まあ本にするときにはなかなかちゃん、調査した上で存在するんじゃないかと思えるようなユーマがなかなか見つからないというかね。いわゆる自動書はユーマ本多くなったっていうのは、自動書もビジュアル中心ですもんね。だからどうしても活字だと、それこそね、実話怪談だったらもう活字だけでものすごい出てるじゃないですか。怖い話。ユーマを活字、まあそれこそこの YouTube も、基本まあ多少画像は挟んでますけど、喋りでユーマっていうことが、やっぱり難しいのかなとは、ちょっと頑張っていきたいなと思うんですけれど。なるほどね。それでですね、まあちょっと僕は思ったのは、例えばですね、その中国とアメリカが、人の細胞、猿の肺に注入してですね、医師の細胞を作ろうとした、そのキメラを作ろうとしているとかですね、そういうのを例えば、実験場から逃げ出したとかですね、そういうのはもしかしたら、現れるかもしれないし、あるいは今本当動物兵器とかですね、殺人ロボット兵器とかあるので、そういうちょっとこう動物兵器みたいなものを、世の中の人が見てですね、ユーマと思うかもしれないとかっていう話はちょっとリアリティがあるかもしれないですけども、そうですね、作られてなかなかね、新種の生物は年々生まれてると思うんですけども、本当にこうカッパみたいなやつがいきなり今でもいて、我々が目撃するっていうのはなかなか、まあ、リアリティをどれくらい感じられるのかどうかね。僕の YouTube のコメント欄を見ると、カッパ見たっていうのが結構定期的に来るんで、このチャンネルは、まあ、一般的な社会じゃないかもしれないですけど、カッパに対してはリアリティを持ってる人も多いのかもしれないですね。まあ、もちろんね、そのカッパを見たっていう人はぜひですね、写真とか映像を撮ってですね、まあ、どこでもね、中田さんとかでも、足尾さんどこでもいいので送っていただければ、それはきちんと調べたいというか、検証はしたいので、まあ、それはぜひ、見つけたら撮影してほしいんですけども。いや、でも僕本当に今日高橋さんと久々にがっつりお話、まあ、ちょっとお話しすることはありますけど、がっつりお話するのは本当に久々なんですけど、この本が出たのいつだっけな、2016年か。で、この翌年か翌々年にユーマ対談の本とか、僕も現場見学させてもらったんですけれど、正直ね、この本の時は、僕はやっぱ飛鳥さんや山口さんと喋ってると、パワー不足だなって正直自分でも感じてて、今読んでも、負けてんなと思うんですけど、僕としては思ってたんですけど、ただ、この5年の間にですね、中澤武史パワーアップしまして、今だったら、もっといいオカルト本出せるのやって自信が、公開売り込みみたいになってますけど、ユーマ対談も、山口さん、実吉さん、天野さんの見てて、はい、これは俺入っていけないわってあの時は正直思ったんで、もうこのすごい濃いユーマトークの中に入っていける戦闘力は自分にないなと思ったんですけど、やっぱ、2016年というのは、それやっぱ高橋さん早かったなと思うんですけど、はい、CS の番組とか出てましたけど、はい、まだ僕がメディアでオカルトの仕事とかをしだしたぐらいで高橋さんもう声かけてくれたのかなってイメージがあって、はい、この多分ね、はい、まあ、中田さん小説も書かれてて、はい、で NHK で小説がドラマ化されたのは、この前。ドラマ化された年にこの前。そうそうそう。だからそれもあって、まあ中田さんはね、非常にその、オカルト以外でもですね、小説の方でも活躍されていて、まあ多分中田さんはこれからも有名になってビッグになるだろうと。ここはもうぜひ中田さんに加わっていただいて、そしたらその本が売れるんじゃないかというような思惑もちょっとあったような気もして、確かにあんまり細かいこと覚えてないですけど。ここにもね、初恋芸人著者中田武史が参戦っていう。そうそうそう。多分ドラマ化された、そうですね。ドラマ化された年なんで。たのもあったんじゃないかな。オカルト的な仕事としては、本当にこの本が出る前年に初めてたけしさんの番組も出てたんで。ああ、そっかそっか。で、やっぱりその、オカルトの仕事とかをいろいろやるようになって、はい、やっぱあれなんですかね、これ、たけしさんが言ってたんですけど、家とか、レッスン上で練習するよりも、100回、誰も見てないところで自主練するよりも、一回客前に立った方が全然上達するって言われる。これ本当だなと思ったのが、やっぱこの5、6年の間にですね、僕もイベントとかテレビとかでオカルトに関する活動をする機会が、発信する仕事がすごい増えたので、この本出した頃と今ではもうオカルト戦闘力が段違いなんで、素晴らしい。パワーアップした僕と高橋さんでいつかオカルトを出したいなという。とにかくですね、この頃に比べてやっぱ何と言ってもですね、SNS と、あと YouTube とか TikTok とかですね、その辺がこの頃にはもうまだそんなではなかったんですけど、今は本当に YouTube でオカルト情報も発信する人が増えてるので、出版社もですね、フォロワー数がどれぐらいいるかとかですね、どれぐらい反響があるかとかですね、その辺をウォッチしながら、多分企画を通すとか判断しているので、中田さんもね、もちろん、今のようにというか、これからも積極的にですね、YouTube とかで発信していただいて、とにかく、新しいテーマ、新しい切り口というかですね、こういう内容は、多くの人に読んでもらえるだろうし、世の中に発表する価値があると思えばですね、それはもうもちろん編集者としては、考えたいと思いますので、ぜひぜひ、研究とそれから、発表の場は積極的に。ユーマ本とかね。そうですね。ユーマだから、そのね、さっき言ったみたいに。まあ、売れないかもしれない。その、読者がそれにリアリティを感じて、この本は買いたいっていう内容じゃなきゃさすがに厳しいので、ユーマに関しては、まあ、土のこみつけるとかね。なんかね、ネッシーでも何でもいいんですけども、決定的な証拠をちょっと。決定的な証拠がね。そうそう。見つけていただいて、で、まあ、動画でも何でもいいですけど、証拠というか、それを掴んでいただければ。個人的にはですね、まあ、この時も肯定派の先輩方とやった仕事なんですけど、前回もいろいろお話したんですけど、やっぱこの数年で変わったことは僕も会議派の方々と交流させてもらう機会が増えたんで、なんか、例えば会議派の方となんかやれたりしたら面白いかなとかもね、ちょっと思ったりは。そうですね。会議派の方と対談するとか、もう言ったら肯定派と、まあ、このチャンネルでも水上さんと以前やったんですけど、ああいうものがなんか、本という形でも世に出せたら面白いんじゃないかなとかを思ったりもしています。まあ、もちろんそれはね、だからテーマによるんでね。そうですね。じゃあ、集まってどういう話をするのかっていうところが一番大事なので、面白いテーマがあれば、いや、それは全然いいと思いますよ。さすがに、全然売れない本は作るわけにいかない。まあ、そうですね。ある程度売れて、それで世の中に発表する価値があれば、いいテーマがあれば。ちなみに、何でも教えてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ユーマ本は、まあ、とりあえずそんなに売れてないという状況があると思うんですけど。ちょっと暑かったり高かったりしたから、これよりはちょっと売れてないかもしれないですね。まあ、全体的に、じゃあ、出版。ああ、ユーマの本がってことですね。例えば今だと何は売れてるんですかね、オカルト本。まあ、やっぱり、そうですね、陰謀論は相変わらず強いんじゃないですかね。陰謀論は売れるんだ。はい。で、今すごくテレビで占いの番組やってるじゃないですか。やっぱ占い関係とか、あるいはあと開運、神社巡りとかね、そういう系の方は売れてると思うので、まあ、がっつりオカルトっていうのは、まあ、足尾さんの本ぐらいですかね。あとはどうなのかな。足尾さんの本って、そうなんですね。買いにはあんま儲かんないっていうけど、意外と売れてるみたいですね。まあ、割と固定的な読者がいて、はい、ある程度やっぱり、数字を読めるというかね。そうですね。堅実には売れる。時間かかるかもしれないけど。謎と基調上現象とか結構コンビニにも置いてありましたね。そうそうそう。一時コンビニにもあって、あれはもうね、数万部売れましたね。売れたんじゃないですかね。高橋さんって、例えばこの、オカルトが好きなんですよね。そうです。大好きです。オカルト以外の本ってやってない感じですか？まあ、いろいろやってますよ。それ以外も。あ、やってますか。それだけではやっぱりないですか。それ以外もやってますけども、はい、でもやっぱり何と言ってもオカルトは大好きでしてね、はい、まあ中田さんも同意してくれるかもしれないんですけども、はい、そのまあ超常現象なりオカルトっていうのはですね、はい、本当にもう何年やってもですね、あるいはどんだけたくさん本読んでもですね、まあ飽きないというか、本当にオカルトって、あるいはあらゆることに関係してるじゃないですか。はい、その宗教から、まあ、宇宙から、はい、まあ、生物学でも何でもそうです。まあ、科学でも何でもそうです。はい、まあ、無を読んでるだけでもわかるかもしれないんですけども、まあ、あらゆる世界の上でですね、すべてのことはオカルトに関係していると言ってもいいので、まあ、オカルトは本当に多分、何年やっても飽きないですよ。一生ね。一生取り組むべきテーマだなっていうか。知れば知るほど面白くなってきますよね。本当人類にとってオカルトって多分、永遠に必要なんじゃないんですかね。まあ、いろいろ形は変わるかもしれないですけども。高橋さん自身って別に否定派じゃないですもんね。そうです。否定派じゃないです。肯定派でもないんですかね、でも。そうですね。まあ、肯定派と言っていいんじゃないでしょうか。肯定派なんですね。それは、例えば、超常現象っていっぱいあるじゃないですか。はい。どれを特に肯定派、信じてる。はい。何を、超能力とかですか？そうですね。例えばですね、超能力に関しては、まあ、きちんと調べてはいないですけども、ちょっと個人的に思うのは、共感覚っていうですね、いうのがあってですね、まあ音を聞くと色が見えるとかですね、ちょっとその我々の普通の人の五感とは違う感覚の捉え方をする人がいてですね、まあ僕の知ってる、能力者でも、まあ共感覚者っているんですけども、まあ彼らは多分普通の人とは違うものの見方とかしてるので、まあ超能力者の中にある一定層、まあ共感覚者はいるのかなっていう気がするとかですね、まああるいは陰謀論に関しても、別にその、陰謀なんて全くないなんていうのは、そんなわけはないですね。その歴史を見ても陰謀はありますし、個人的にはですね、その、エドワード・スノーデンが、まあいろいろ言ってたことはですね、地底人がいるとか。そうです。地底人はなんか調べたんですけど、あれだけど、ちゃんとソースが見つからなかったんで、本当に言ったのかどうかわかんない。そうか。エドワード・スノーデンが地底人のことを言ったってこと自体がご情報の可能性。そうなんですよ。そうなんです。だからあれはだからそこで情報出回ってるんですけども、あれ、ソースを探したんですけども、なんかね、それつけられてないので、まあ本当にソースがあるなら教えてほしいなっていう。あ、そういうのもあれからオカルトは、ちょっとそうですね。ネットの情報を、そうなんです。ちゃんときちんとそのソースを調べるというか、本当に言ったのかどうかってところを調べていくと、とも見つからないようなので。僕もネットでよく言った覚えないことを中澤がこう言ってたって書かれますからね。それと一緒か。まあその、地底人じゃなくて、まあ彼がその、盗聴のシステムに関していろいろ言っててですね、まあアメリカが、NSA か、NSA が盗聴してるとかですね、で、それ時々なんか、アメリカがヨーロッパの要人の携帯電話盗聴してるとかって話が出るんだけど、まあその後なんかあんまり、その後の続報が出なかったりするので、まあちょっとあの辺は、一体何をやってるのかなっていうの気になったりとかですね、あとまあ陰謀論を語るんであれば、加速主義っていうのがありましてですね、まあ一時本が売れたんですけども、資本主義をどんどんそのスピードアップさせて加速させると世の中がどんどん変わるっていう、加速主義って考え方がありまして、で、まあその人たちがトランプを支持したりとか、あるいはなんか中国みたいに民主主義なんかなくてもいいから、ああいうふうになんか強権的な国でどんどん資本主義を進めると、どんどん世界がバージョンアップするんだっていう考え方があってですね、それってその陰謀論とちょっとつながってるっていうか、そういう人たちが陰謀論を信じたりするんですよね。ちょっと加速主義はなんか面白いなとかね、そんなのがあったり。やっぱ信じてる陰謀論はそう、やっぱあれですかね、エリア51が宇宙人一平してるとかちょっと怪しく。まあだからね、その、もちろん、何か証拠が出てくれば、信じないわけじゃないので、まあ引き続きというかね、まあ今のところ決定的なものが出てないのかなっていうのであって、だから全然否定するというよりは、なんか証拠が出てほしいなっていうか、きちんと調べて、なんか見つけてくれよと。確かに。見つけてほしいなっていう感じですね。確かに。だから、大さんっていろいろ信じても5つの、でもそんな風にオカルト好きだった高橋さん、例えば、この、まあ、仕事関係なく、うん、まあ、例えば今の仕事する前とかに影響を受けたとか、うん、はい、大好きだったオカルト本とかってあったりする、はい、ですね、はい、まあ、もともとは、昔はちょっと民間信仰とかが好きだったんですけども、はい、それで、大人になってからは、荒俣宏さんの方がずっと好きでしたね。はいはい、だから、荒俣宏さん的なスタンスは多分、ずっと僕にはあって、はい、その、100% まあ UFO が飛んでるとかね、宇宙人がいるとかっていうのを信じるっていうよりは、まあ、地球にはこう、やっぱり、ワンダーっていうのがあって、うん、いろんな不思議なことが満ちてるから、はい、それは面白いじゃん、調べようよっていうようなスタンスはずっと多分ある。なるほど。じゃないんでしょうかね。入り口荒俣さんだったんですね。そうなんです。荒俣さんなんですよ。荒俣さん大好きなんですよ。未だに好きですね。僕の入り口は飛鳥さんです。そうなんですね。飛鳥さんはあんまりなかったから、仕事を始めてから読んだっていう感じなんですよね。これよく、いや、これ僕ね、茨城の本屋さんがよくないと思うんですけど、学習漫画コーナーってあるじゃないですか。昆虫の不思議とか、恐竜の不思議とか置いてある学習漫画の棚があって、親が連れてってくれて、なんか一冊買ってやるぞって言ったら、学習漫画の棚にですね、うん、恐竜の謎完全解明、飛鳥明夫があって、ね、これ買ってって言って、で読んだら、うん、恐竜はノアの大洪水で滅んだって書いてる。あれ学習漫画のコーナーに絶対置いちゃいけないと思うんですけれど。その頃は一応学習漫画のコーナーに、飛鳥さんのもあったんですかね、割とね、どこか自然でもね。どうだろう。僕、まあ当時まだ上京してないんで、茨城の本屋以外でそれをしてたかどうかわかんないですけど、でも学習漫画のコーナーに置いてある本のことをテストに書いたら絶対罰つけられるじゃないですか。あれは良くないような気もしますけど。ただおかげで、まあ、オカルトにハマって。そうですね。で、僕は飛鳥さんにも言ったことあるんですけれど、まあ、飛鳥さんは今は超常現象肯定派のスタンスの仕事が多いと思うんですけど、はい、座長能力やってたじゃないですか。はい、で、まあ、僕は後追いで、ショックサイエンスの後座長能力ですけど、はい、あれで、懐疑的にオカルト見る面白さも知ったんですよ。うん、はい。だから、僕は割と肯定的スタンスも懐疑的スタンスも入り口は飛鳥さんで、だから飛鳥さんにも言うんですけど、飛鳥さんがあんまり限界超常ファイルとかお好きじゃないんで、はい、で、僕は飛鳥さんに、はい、いやでも僕限界超常ファイル好きになったのは飛鳥先生のせいですよ、っていうふうには言ってるんで、まあだから、なんだろう、入り口が肯定派だろうが、限界超常ファイルだろうが、意外とどっかでは繋がったり、もちろん繋がってない部分もいっぱいありますけど、そういう意味で言うと僕はやっぱり、まあ高橋さんと僕はそこは勝手に共通してると思ってるのが、はい、肯定派も、まあ、否定派の人は僕はあんま接点ないんですけど、肯定派と懐疑派に関して言うと、はい、別に戦争するような関係性ではないなっていう気も、ね、とにかくですね、その、はい、まあ、肯定派と言われてる人たちも、懐疑派の人たちもですね、とにかく超常現象とかオカルトが大好きなことは変わらないんですよね。だから本当オカルト大好きっていう意味では、同じ人たちなので、まあぜひ皆さんね、あんまり対立してるのかなわかんないですけど。してる人もいるかもしれないですけど、できれば平和な。そうですね、そのオカルト大好きっていう共通項があるので、皆さんぜひ調べてですね、いろんなことに対して真実は何なのかとかですね、ぜひ皆さん調査したりしましょうよ。オカルトっていろいろあるじゃないですか。ね、で、僕は、まあ正直言うと陰謀とかあんま好きじゃないんですけど、結局なんていうかね、現実普通に生きてると楽しくないんですよ。で、やっぱネッシーとか宇宙人がいると思うことで、なんとか精神のバランスを保ってるっていうのがあるんで。ロマンがあるとかじゃなくて。まあロマン、ロマンでバランスを。やっぱもうね、怪獣とか妖怪がこの世の中にいなかったら、もうクソみたいな世の中だなと思ってるんで、現実を楽しくするためにオカルトあってほしいんですけど、陰謀ってどっちかというとこの世界は辛いいろんな悪いものがあるっていう方だから、別に本当か嘘かじゃなくて、好きじゃないんですよ、そっちは。だから僕はネッシーはいた方がいいじゃないですか。だからそういうことでオカルト好きなんで、オカルト好きな人は別にスタンス違くても、仲良くしていった方が、僕みたいに楽しいオカルトが好きな人からしたら、そっちの方が絶対いいなと思うんで。自分が好きなね、何でもいいから自分の好きな切り口から入ってって、ぜひオカルトを。愛する人が増えれば、そうですね。我々も嬉しいかなと。そのための活動を僕は、まあ、別に YouTube 以外でも僕もやりますし、高橋さんもいろいろ出版で今後も。出版関係で本いっぱい出していきたいと思ってますんで。ちなみにこれ公開するのは2022年の1月か2月になると思うんですけれど、今言えるその頃に、まあ、2022年の1月ぐらいで言える高橋さんが今進めてる企画とかあったりします、はい、なんか告知みたいな。そうですね。まあ、もう出てるやつでもいいですけど。はい。その頃出てるかどうかわかんないですけど、今、手がけてるのはですね、はい、ある有名な、はい、超古代文明研究家の、はい、亡くなる前に書いてた原稿でですね、本になってないものがあるので、それをちょっとまとめるという作業をしているのと、はい、それからあと、まあ、なんだかんだ言ったら UFO に関してはですね、はい、やっぱりなんか UFO 情報を、公開しないでほしいと思ってる勢力がいるんじゃないかというですね、UFO タブーをテーマにした本を今手掛けてるので、まあ、それも、はいまあ、春ぐらいには出ますかね。春ぐらいには。やってます。あ、はい。楽しみです。じゃあぜひ、はい、そういう情報ってどこで高橋さんのツイッターとかやられてますね。そうですね。もちろんツイッター、はい、もやってますし、はい、Facebook とかいろいろやってますけど、はい、まあ、ツイッターとか見ていただければ公開しますし、まあ、あるいは出版社とかね、はい、いろんなところがまた出るときには、あるいは Amazon もか、はい、出ると思いますので、はいはい、ぜひ今後とも、僕たちが発信する、はい、そうですね。世の中を、はい、平和にさせないじゃない、平和にするための楽しいオカルトをね、応援していただければ。ぜひ中田さんともいろいろこれから、よろしくお願いします。楽しい活動をしていきたいと思います。この頃より大パワーアップしてるんで。わかりました。はい。ありがとうございます。楽しみにします。ありがとうございます。ありがとうございます。今回も動画ご視聴ありがとうございました。コメント欄にですね、中澤武史にこのユーマについて語ってほしいとか、あと、ユーマのこういうエピソードが聞きたいとか、そういったものが、ありましたら、よろしくお願いします。